えー、こんん。にちは、吉田さんあの、億万長者合宿に参加したら億万長者になれますかっていう質問ね、うん、あの、私は億万長者合宿にね参加してないのにあの、別に売り上げは1億いきましたからねだから別に参加しなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、ただやっぱり億万長者合宿に参加したら億万長者になれますかっていう質問とか。 あの、億万長者合宿に参加して、本当に億万長者になれるんだったら、参加費いくらでも払いますっていう、この質問の質ってのはね、もうすでに、あ、この人は稼げない人だなとか、低レベルな人だなっていう風な、烙印を押しやすいですよね。そうではないんですよね。そういう切り口ではなくって、あの、億万長者合宿を利用して、どう億万長者になっていこうかなっていう風に考えていくことなんですよ。それはね、あの、有名大学に行ったら、 有名企業に就職できますかって言ったらそんなわけないじゃないですかねこの単純なロジックが理解できないっていうことそれを言葉にして主催者にぶつけてくるっていうことはすでにそういうレベルなんだろうなと思いますよね、まあ、だからダメってわけじゃないんだけども一番最初に切り替えるべき思考っていうのはそこなんですよね億億万万長長者者にに参加したからといいってななれるわけじゃないでも億万長者合宿に参加してなくて億万長者になれる方法を私は知らない だとしたら億万長者になれなくても、例えば月収10万20万がプラスオンされるだけでも億万長者学生に参加した意義はあるんじゃなかろうかと思えるとか、それから億万長者学生に参加する人ってどんな人なんだろうっていうふうに、参加者を見に行くっていうふうな見学、見物料だと思ってお金を払うっていうふうな切り口に行くとかね。それから実際にお金を稼いでる人っていうのは稼げない人と比べてどうなのかな。 何を食べ何を考えどんな車で来てるのかなみたいなことを見るとかねそれから本当に億万長者合宿に、ね、こう主催するような人間は言うほど継続できているのかなじゃあ数年後にまた YouTube 見てやろうかなと思って見てますかってことですよねあれから3年4年経つわけでしょじゃあ3年4年1日たりとも欠かさずにこの YouTube の動画をアップロードしてその間に金持ちを生み続けている人間に対してあの頃ね 億万長者合宿になれますかっていうふうに質問した人もう一回来てもらいたいですよねどうでしたこの数年間あなたは億万長者合宿に参加しなかったけども参加しないっていう選択によって金持ちになりましたかどうでしょうかで逆に億万長者合宿に参加して金持ちにならなかった人いますよそれは何でだと思います億万長者合宿に参加したから金持ちになれなかったんでしょうか億万長者合宿を利用しなかったからねっ 億万長者合宿が終わって、また実社会に戻ったときに、学んだことを実践する。ね。これをしなかったから金持ちにならなかったのか、どっちだと思います逆に、億万上合宿で学んだことを利用したのに金持ちにならない人がいたとしたら、それは何でなんですかつまり、そうならなかったときに、原因を探し続ける。そして、どうすればいいのか、改善を繰り返し続けることによって、お金持ちっていうのは作れる。お金の問題っていうのは解決できるわけですよ。で、それをせずに、 お金の問題が自動的に解決するみたいなことはなくってね。世の中には時間が解決するって言葉があるじゃないですか。あんなわけないですからね。時間が解決するんだったら死ぬまで寝たきりで全部の問題解決しますよ。しないわけでしょ。時間は解決しないです。何かを一生懸命するその時間の積み重ねが解決するんですよ。だから何もしない時間の積み重ねは何も生まないじゃないですか。老化して終わりですよ。 でお金に関しましては毎月引き落としがあるわけですから時間は解決しないんです時間は問題をさらに悪化させるんですよね。まあ、こういったことを億万長者合宿のこのフォローアップの動画の数千本のやり取りの中で伝え続けてはいるんですけども、まあ、そんなこと聞かなくても分かってるよって方じゃあ結果出てますかってことですよね。う何度言っても人はやらないんですよ。何度言っても人は忘れるんですよ。そして 何もししなくて問題がが解解決決されるることを望むんでですすよ。時間が解決するわけでしょで。実際しないでしょ、ね。それに向かって解決するための試行錯誤の時間の積み重ねが問題を解決していつまでたっても金持ちになれないなじゃあどうすればいいのかなっていうことの積み重ねが問題解決を現実化してあいつの間にかお金が入ってた風呂から上がったら200円も上がっていたっていう世界があるわけなんですよ。 で現実に風呂から上がって240万稼げるからって言ったら、そのための仕込みをしてないと稼げるわけないじゃないですか。じゃあそのための仕込みをしてますかってことですよね。で、セールスに抵抗がある方いると思いますけども、パン屋さん、セールスに抵抗ありますかねどうでしょうかディズニーランド、セールスに抵抗ありますかねむしろ、売ることによって買う人が喜んで買ってるじゃないですか。 だそういったものを作れないと売ることが申し訳なくなってくるんですよ。だそういった意味でもね、単なる自分の気持ちを切り替えるんじゃなくて、この商品は確かに5万円、10万円の価値があるなと。この5万円、10万円の商品を買わないことによって、この人は莫大な損をするしなっていうふうに考えることができるほど商品を作り込んでいく。そして、 商品をを買った人の評判をちゃんと真正面から聞いていてくその繰り返しは自分のビジネスを育てるんじゃないかなと思いますしその過程でさまざまなエピソードを生んでいくんじゃないかなと思うんですよねだからねそう考えていくと億万長者合宿に参加して億万長者になれるんですかって、まあ、どのレベルで言ってるんですかってことなんですけどもでもそういう疑問が湧き起こるのも仕方がないことだと思いますだからまずそのレベルを出してね 億万長者合宿に参加して、お金持ちになれるかどうかわからないよ、それわからないけども、少なくとも今何もしないよりはマシだろうという気持ちで取り組んでみたらどうじゃないですかね。それから億万長者合宿になるためには、あの、どういったことをすればいいのかっていう、こう質問の場でもあるわけですよ。それが即答される場でもあるんですよ。その機会を失った自分は一体何なんだろうと。ただ噛みついて毒づいただけでね。本当に聞くべきことって、私の 経験と年齢とスキルはこんな感じです。それでも大丈夫でしょうかその上で何をすればいいと思いますかどんなことを積み重ねたら金持ちになるんでしょうかっていう質問が来たら、お億万長者合宿になれそうだな、あ億万長者になれそうだなっていうふうになりますよね。引き上げる場所がわかるんで。でも文句はいいけども、その手を伸ばすんじゃなくて腕を組んだままね、文句言ってこうやって睨みつけてるだけじゃ、掴む手がないんですよ。だから引き上げようがないですよね。だからせめて、こうしてくださいって手を挙げると、 よよししそうしてあげるよみたいな感じでねこっちからは力いっぱい引き上げますんでで力を込めて引き上げてもらえばいいんじゃないですかそういうふうなやっぱ信頼関係が大事ですからで億万長者合宿の主催としてはね来てくださった方は本当に金持ちになりたいんだろうなと思って信頼するわけですよでも金持ちになることよりも目先の面倒くささの方を優先してやらなくなるんでしょでこっちからしたら信頼を裏切られたような感じですよでもいまだに信頼してます いつか戻ってきてくれるんではなかろうかと明日にはやる気になってくれるんじゃなかろうかとだからこの動画を続けてるんですよ奥万長者合宿に参加した人参加した方ねたまたまこの動画見てまだやってんだと思ったらどうですかまだやってないんだとこっちから言いますよいってらっしゃい